第12章大きな蝶がんたちは下の方にはっきりと見える長く伸びた島に沿って飛んでいましたニルスは気も晴れ晴れとしていました昨日ガチョウを探しに島を歩き回った時には気がめいて仕方がありませんでしたが 今日は心から満足していました島の内部にある裸の高地と海岸沿いの肥えたよい土地が見えましたその時ニルスは言うべきいた話の意味がようやくわかりかけてきましたそれはニルスがしばらく休もうと思って高地にある たくさんの風車のひとつのそばに腰を下ろしていたときでした。そこへふたりの羊飼いが犬を連れたくさんの羊の群れを従えてやってきたのです。ニルスは風車の階段の下にかくれていましたのでちっともこわくはありませんでした。ところがその羊飼いたちは ニルスのかくれているかいだんのうえにこしをおろしてしまったのですですからニルスはそこにじっとかくれているよりほかはありませんでしたひとりはわかくてみるからにひつじかいらしいようすをしていましたしかしもうひとりのほうはとしとっていてすこしかわっていました 体つきはがっしりと節くれだっているのに頭は小さくてしかもとっても穏やかな優しそうな顔つきをしているのですなんだか頭と体とがしっくり合っていないような感じです年寄りの方はしばらくの間じっと座って 何とも言えないほど疲れきった様子で霧の中を見つめていましたそれから連れの者に向かって話し始めました若者の方は袋の中からパンとチーズを取り出して食べ始めましたそしてほとんどひと言も言わずにじっと辛抱して年寄りの話を聞いていました その様子はしばらくおまえさんがしゃべりたいようにしゃべらしておいてあげるよとでも腹の中で思っているようでしたエリークさんやおまえさんに何か話をしてあげるとしようと年取ったひつじかいが言いましたわしはな人間も動物も いまよりずっとおおきかったじだいにはチもうんとおおきかったと思うんだつまりそのころはからだのおおきさがなんマイルもあってはねといったらうみのようにひろいチがいたわけさその羽はねはたとえようもないほどあおくてぎんのようにピカピカひかっていた だからその蝶が空を飛んでいる時にはどんな動物も立ち止まって思わず見とれてしまったものさところが具合の悪いことには体が大きすぎるものだからなかなか羽でうまく釣り合いをとることができない身の程をわきまえて陸地の上を飛んでいる間はよかったんだが この蝶々さんはそれでは我慢ができなくなってバルト海まで出ていったのさところがまだいくらも行かないうちに嵐に襲われて羽が破れ始めたんだなあエリークさんや蝶の羽はもろいのに相手はすさまじいバルト海の嵐なんだから どううなったかかはお分かりだろうみるみるうちに羽はねはひきさかれめちゃめちゃになってしまうそしてチはうみのなかにおっこちてしまったのささいしょのうちはなみのうえをゆらゆらとゆれていたんだがやがてスモーランドのかいがんちかくのいわのうえにうちあげられた。 そしてそのままそこに大きな体を長々と寝そべらせてしまったのさ。ところでエリックさん、もしこの腸が陸の上に落っこちたら、あっという間に粉ミジンになってしまったろうよ。ところが海の中に落っこちたもんだから、だんだん石灰水が染み込んでしまいには 石のようにかたくなってしまったんだほらおまえさんも知ってのとおり岸辺にはよく妙な石があるだろうあれはみんな虫が化石したものなのさこの蝶の場合もやっぱりおんなじでバルト海に寝転んでいるうちにそのまま細長い岩になってしまったと。 わしは思うんだお前さんはそうは思わんかね年寄りは言葉を切って返事を待ちましたすると若者はうなずいて「続けておくれ先を聞きたいよ」と言いましたでエリックさんお前さんやわしの住んでいる こエーランド島はじつをいえばいまはなした蝶のからだなのさちょいとかんがえてみさえすりゃこの島が蝶だったってことはすぐわかるよ。北のほうへいけばほそながいどうとまるいあたまがみえるし南のほうへいくとしたはらがみえるんだが。 こっほうははじめはひろくてそれからだんだんせまくなりしまいにはとんがってしまうんだここでとしよりはまたことばをきってあいてのかおをのぞきこみましたあいてがじぶんのはなしをどうおもっているだろうかときにしているようでしたけれどもわかいひつじかいは 相変わらず食べ続けながら先を離してくれとうなずいてみせましたそれでその蝶が石灰岩になってしまうとすぐにいろんな草や木の種が風に運ばれてきてその上に根を生やそうとしたものさところがそこがすべすべした裸の岩なもんだから 長い間すげしか生えなかったしかしだんだんに牛の毛草や木星草やいばらなんかも生えてきたんだよけれどもこの山の上のアルバレットでは今日になってもあまりものが育たないここはよい土の層が薄いので たがやしたり種をまいたりしようとするものがないだがねもしおまえさんがわしの考えにさんせいしてこのアルバレットさんとまわりの山壁とがチのからだでできているとすれば山壁の下の土地はいったい何でできていると思うねうんまったくだ。と。 もはなおも食べなおたべがら言いました「そいつを聞きたいね」「じゃあ話すがねエーランド島は何年もの間海の中に横たわっていたんだがその間には海藻だとか砂だとか貝だとかいろんなものが波にはこばれてきて島の周りに集まったんだ」 それから東と西の山壁からは石や砂利が落ちてきた。こうしてこの島にもだんだん広い海辺ができてそこに穀物や花や木が育つようになったというわけさ。蝶のかたい背中にあたるこの上では羊や牛や子馬がぶらぶらしているだけで 鳥にしても鍋蹴りと千鳥が住んでいるきりさ。建物といったら風車と俺たち羊飼いが雨つゆをしのぐ石づくりの粗末な小屋が二つ三つあるだけさ。ところが海岸の方へ降りていけば大きな村もあるし教会もある。漁村もあれば 立派な町もあるんだ。年よりは探るように相手の顔を見ました若者はちょうど食事を終えたところで今しも袋の口を閉めていましたそして「あんたはどこでその話をおしまいにする気かね?」と言いましたいや わしの知りたいのはたったひとつ」とひつじかいはいいましたが声をおとしましたのでまるでささやくようにしか聞こえませんでしたそしてその小さな目でじっと霧の中を見つめていましたがその目はこの世にないものをさがしもとめてつかれきっているようでした わしの知りたいのはたった一つのことだけさつまり山壁の下の農場に住む百姓や海からニシンを取ってくる漁師やボルイホルムに住んでいる商人や夏になると毎年やってくる海水浴の客やボルイホルムの古いお城の跡を見物して歩く観光客や 秋になるとここへ車庫を打ちに来る狩猟家やこのアルバレットの上に座って羊や風車を描く画家やそういう人たちの中で一人でもこの島がもとは大きなピカピカする羽で大空を飛び回っていた蝶だったということを知っているものがあるかどうかということなのさ。ああ、 いや「と若い羊飼いが急に言いました」「夕方この山壁の端に座って麓の森でナイチンゲールの歌うのを聞きながらカルマール海峡を眺めればこの島が他の島と同じようにしてできたものではないと思うものもあるに違いないよ」「それから」 としよりははなしをつづけました「このふうしゃにてんまでとどくぐらいのおおきなはねをつけてやろうというひとはないもんかなこのしまぜんたいをうみからもちあげて蝶のようにとばすことのできるおおきなはねをさあんたのいうことにはもっともらしいところがあるよ」 と若者は言いました。「だってこのしまのうえにおおぞらがあかるくひろびろとひろがっているなつのよるなんかにはなんだかこのしまがうみからたちあがってそらにとんででもいきたいようなようすにみえることがあるもの」。としよりはとうとうわかものをはなしのなかにひきずりこんでしまいました。 しかし若者の言うことにはあまり耳を貸しませんでしたそしてさらに声を低くして言いました「このアルバレットにいるとどうしてそういう憧れが起こってくるのかその訳を説明できる人があるかなわしは毎日毎日そういう憧れを感じるんだ」。 いやここへくるものはみんなそういうあこがれをかんじるようだそういうあこがれがわしたちにおこってくるのはこのしまぜんたいが1わのチでそのチがはねをほしがっているからだということをわかるひとがあるだろうかな。